皆さん、こんにちは。T.D.R.E.K.K. の時は、林家菊王列伝、実はまだあるんです。今回は番外編でいきます。林家菊王、林家菊造、襲名秘道工場です。確かに名前、名跡を譲ったそうでございます。あの息子にね。実は息子、当時菊王さんですが、その菊王、菊蔵さん。林家菊蔵が現在菊王さんになったそうでございます。確かに、ジャラの CM できっかけになりましたね。はい。あれはね、セップすような格好をしたネタの,の菊王さんがね、はい。驚きました。 そう、名前が決まってね、はい。決まってからも、キャラは変わりません、はい。確かに当時は公募に何人かいて、馬ま仮面とか、ほ、あのー、腰内和夫とか、えー、あとま、いろいろあるけど、林や馬ま仮面、林やチャーシュー麺とかいろいろありましたね。公募になかなか本人も苦労したそうでございます。いやー、名前を、 ゲームを変えるだけで苦労するのは大変なもんでございます。はい。というわけで以上でございます。バイバイ。